ユイト、ちょうどよかったわ。ちょっと困っていることがあって、キッチンに来てもらえる？別にいいけど、どうしたんだ、そんなに慌てて。これは規制がかかってよく見えないけど、一体皿に何が乗ってるんだ？実はね、みんな戦い続きで疲れているから、手料理を作ってねぎらおうと思ったのよ。え？これ料理なの？なんか刺激臭がするんだけど。まあ、きっとスパイスを効かせすぎたせいね。実は私、お料理ってちょっと苦手なのよ。ちょっとなのか？だから料理上手なあなたにアドバイスをもらいたいの。そうすればきっとみんなに喜んでもらえると思って。そっか、そういうことならぜひ手伝うよ。どこまで力になれるかわからないけど。ありがとう、ユイト。とっても助かるわ。じゃあまずは野菜炒めを作ってみるから見ててちょうだいね。できたわ。やっぱりお野菜の栄養は大事よね。あら、どうしてまた規制がかかってるのかしら。これは多分栄養にはならないと思うな。もっとシンプルなのから始めよう。目玉焼きとか。できたわ。確かにシンプルで作りやすいわね。あら、やっぱりまた規制が。不思議ね。卵を焼いただけなのに、なんでこんなことに。ちょっとくじけそうかも。さあ、次はどんなお料理を。今日か？大丈夫か？ごめんなさい。ちょっと待っていて。少し休めばすぐに収まるから。もしかして何か病気なのか？持病みたいなものかしら。私の脳には任務遂行のために別人の記憶が移植されているの。渡月の階層ヒトヨポープ博士の記憶。そのせいで時々頭痛が出てしまうのよ。一時は彼女の記憶の影響が強まって自分を見失いそうになってしまったこともあるわ。それってすごく危険に聞こえるけど。ええ、一度は打ち勝てたけれど、彼女の記憶がいつまた表に出てくるかわからない。料理でもして不安を紛らわそうと思ったけど、ダメね。私このままずっと不安を抱えて生きるのかしら。その博士の記憶が強化の一部なんだったら、確かにずっと抱えていくしかないのかもしれない。そう、そうよね。あ、いや、悪い意味じゃないんだよ。実は俺も最近ずっと不安を感じてるんだ。ユイトもなの？ああ、自分の脳のことも世界のことも、これから何が起きてどうなるのかわからないことだらけでさ。だけどそんな状態でも立ち止まらずに進んできたから、強化たちと和解してまた仲間になれただろう。つまり未来ってどうしても不安がついて回るけど、それって必ずしも悪いことじゃないのかもなって。きっとその通りね。渡月にいた頃は何も不安がなくて、その代わり私自身の気持ちは抑え込まなければいけなかったわ。今は未来への不安がある代わりに自分が望むように生きていられる。うん、今の強化は生き生きしてるよ。ありがとう。
私が博士の記憶を恐れるのも、それだけ今の自分が大事だからかもしれないわね。さあ、頭痛ももう収まったわ。気を取り直してお料理しましょう。よし、俺も何か強化に作れそうな料理を考えてみるか。そうだ、おにぎりはどうかな。まあ家庭的でいいわね。お米は何で洗ったらいいかしら。米は俺が炊くから、強化は握るのを頼むよ。よし、苦労したけどなんとかできたはずだ。ユイトに教わったのとは少し形が違ってしまったけど、我ながらいい出来だわ。早速みんなに配りましょう。そうか、強化が料理をね。休養を思い出したので、私はしばらくアジトを離れてもいいかな。これはおにぎりなのか。何やらまがまがしいものを感じるぞ。僕はその皿には絶対に近づかないからな。近づけようとするなよ。すごい怖がられようだな。気持ちはわかるけど。大丈夫、ちゃんと食べられるって。ほら、本当ね、見た目はともかく味は悪くないわ。重ねが言うなら信じて良さそうかな。本当だ、美味しい。ふう、なんとかみんなに食べてもらえたな。評判も上々だし。ユイト、私感動したわ。料理で人に喜んでもらえるなんて生まれて初めてよ。そうなのか。いや、まあそうだよな。でもそんなに嬉しかったんだな、京花。ええ、ポープ博士の知識じゃなく、私が自分で新しいことを学んで実践できたのが何より嬉しいの。なるほど、おにぎりの握り方なんて庶民的な知識は博士にはなかったのかな。こんな風に日々挑戦したり、人に喜んでもらったり、そうやって私自身の記憶を積み重ねていけば、いつかは博士の記憶もただの遠い記憶になって薄れていくのかもしれないわね。うん、きっとそうだよ。そんな希望を持てたのはユイト、あなたのおかげよ。改めてお礼を言わせて。お礼なんていいよ。俺も京花がいつも見守ってくれるおかげで頑張れてるんだしさ。あんな小さな子供だったあなたからこうして教わることになるなんて、本当に立派になったわね。さすがにそんな昔と比べないでくれよ。もう子供じゃないんだからさ。そうね、あなたはもう子供じゃない。私もちゃんと成長しなくちゃ。不安を恐れず前に進めるように。俺にできることがあったら何でも言ってくれよな。そうね、じゃあ今度は私が全部自力でおにぎりを作ってみるから、味見役を頼むわね。え、あ、あ、そうきたか。何でもなんて言わなきゃよかった。ユイト、お腹空いていない？どこか痛いところは？マッサージでもしてあげましょうか？大丈夫だよ。あら、嫌だわ。また気持ちの押し付けになってしまっていたわね。でもあなたにはなんとなく守ってあげたくなるような不思議な魅力があるのよね。
最近ね、ユイトとのつながりを強く感じるのよ。とても温かいつながりよ。ちょっと照れるけど、俺も京香と話してるとなんか癒されるよ。